佐竹春樹、佐竹春樹9月6日から1962年4月24日は、日本の政治家、弁護士。社会民主党、社会革新党、民主社会党に属し、片山内閣では、司法政務次官を務めた、高知県高岡郡久保川町茂原に生まれる、久保川高等小学校を卒業後、久保川郵便局員、 大連航路機線の三等油差しなどに従事する。その補助を教師、中央大学法科に学び弁護士試験に合格。24歳で弁護士として東京で開業したが、1923年、関東大震災のため、高知市に帰り来た方向人町で再度開業した。高知市会議員を経て、1929年社会民衆党、高知支部を結成及び支部長となる。 1935年10月高知県会議員に当選。1936年2月、1946年4月、1947年4月、1953年4月、1955年2月と衆議院議員総選挙に当選する。第二次世界大戦後には日本社会党に属し1947年の片山内閣では、 司法政務次官を務めていたが、1948年、平野両区三派が同党を離脱して結成した、社会革新党に参加し書記長に就任。第2次、吉田内閣総閣時には閣僚に迎えられたが、保守政党からの招きは、自分の主義と異なると断固辞退した。その後、右派社会党を経て、社会党に復帰するが、1960年には、 民主社会党結成に参加、高知県支部長となる。また、弁護士としても、広市岡古作葬儀など、広市岡高岡地区の農民葬儀の犠牲者救済の、ため活躍した。聖4位、君二等を受賞。1964年4月24日、高知市の辞邸にて死去。去年66、ありがとうございます。